ビーポーレンを運ぶ西洋蜜チ両足にビーポーレンをつける人の食物用の凍ったビーポーレンスに蓄えられたビーブレッドビーポーレンは蜜チの働きチが花粉をペレット状に丸めたものである。後ろ足の形節にある花粉かごにつけて運び巣に蓄える。ビーブレッドはビーポーレンに蜂蜜と蜂の分泌物を加えて巣の放卵室で保管したものである。 BE ポーレンが出来上がると、メスがその上に卵を一つずつ産み、巣を塞ぐ。BE ポーレンは、人の食物として収穫される。アンブロシアと呼ばれることもある。働き蜂は、花粉を巣に運び、そこで頭を使って、花粉を巣に押し込む、別の働き蜂に渡す。収穫及び、巣への詰め込み中、花粉は、過密や蜂の大気分泌物と混合され、 蜜蜂の主要なタンパク質源となる。蜂蜜やグロポリス、その他よく知られた蜜蜂の産物と同様に、またローヤルゼリーや蜜蝋とは異なり、蜂から分泌されたものではなく、蜂が集めた産物である。化学蘇生は花粉を集めた植物の種類に依存し、同じ養蜂場のものでも、時間やコロニーによって異なり、全く同じ蘇生のものは存在しない。したがって、 BE ポーレンの化学組成や栄養組成は測定された特定のサンプルの値に過ぎず、そこから他の時間や他の場所で収集したサンプルの組成を推定することはできない。平均的な組成は単糖が40から60%、タンパク質が2から60%、ミネラルとビタミンが3%、脂肪酸が1から32%、 その他の広範な物質が5%とされている。また、ビーポーレンの中に188種類の菌類と29種類の細菌が含まれていたという研究結果もある。このような微生物的な多様性に関わらず、ビーブレッドとも呼ばれる蓄えられた花粉は蜂蜜と同じように保存的な環境にあり、微生物バイオマスの量は低い。本造学においては、ビーポーレンは 様々な病気を治癒すると謳われているが、科学的な根拠はない。短期間の使用は安全だが、副作用には息切れ、ジンマシン、腫れ、アナフィラキシー等のアレルギー反応がある。妊婦には安全でなく、授乳中は禁忌である。シブトラミンやフェノールフタレイン等の未承認薬が不純物として含まれている可能性があるため、アメリカ食品医薬品局はいくつかのビーポーレン。 製品の利用に対して警告している。養蜂が盛んで、蜂蜜種の醸造も盛んなリトアニアには、ビーポーレンを原料とした、リキュール、ビシュー・デュニールズ・ライカースが存在する。ありがとうございます。